こんにちは、ぬいログです。今回はテーパードパンツの裾上げについてです。裾に向かって狭まっているパンツはそのまま折り返すとここの幅が足りなくなってしまいます。そういったパンツをお家でお直しする方法です。くるぶしが見えるアンクル丈はこれからの夏にもぴったりなので、もしタンスの肥やしになっているパンツがあれば試してみてください。今回は5センチの裾上げをしたいと思います。それでは行ってみましょう。まず元の裾の折り返し幅を確認します。このパンツの場合は裾の線から3センチ裏に折り返して、さらに1センチほど内側に折り込まれた三つ折りになっています。なので新しい裾にも3センチプラス1センチ合計4センチの折り返し分が必要になります。もし大幅な裾上げをする場合は希望の丈に折り返しに必要な4センチを足した位置でカットしてください。今回は5センチの裾上げなので、新しい裾の長さに4センチを足した位置だと、この部分も折り返しのために必要になってきます。裾の縫い目を外していきます。今回のパンツは、表からミシンの縫い目が見えるタイプのものですが、スラックスのようなパンツは裏側に細い糸でかかってあるので、そちらを外してください。すべて外し終わりました。それぞれの足で印をつけていきます。まず片方の足をここの縫い目がきっちり重なるように置いてください。元の裾線から5センチ短くして新しい裾の線を描いていきます。3点印をつけます。3点印をつけましたが、まっすぐにはつながらないと思います。これはパンツの構造上ここの線に対して裾が垂直になっているためです。そのため3点をちょっとくの字になるような形で結んで新しい裾線を描いてください。この位置から裏の折り返しに必要な4センチ分も印をつけていきます。印に沿って2枚一緒にカットするのでずれないように留めておきます。この線に沿ってカットします。このパンツは側面に押さえのステッチが入っています。これがあると裏の縫い代を広げることができません。新しい裾の線から左側は裏に隠れて見えなくなるので、線よりも左側はステッチをほどいておきます。ここまでほどけたら裏で結んでおきます。いよいよ折り返した時に足りないここの部分について、裏に折り返す4センチ分、ここの縫い代を使って幅を広げていきます。裏返しにして脇の縫い目が両方見えるように置きます。この脇の縫い目の上に新しい裾の位置の印をつけます。切った端から4センチのところです。この定規の位置が新しい裾線になります。この位置で折り返すことになるので、定規よりも右側は右上がりにして折った時に線が重なるようにします。そのためにはここの新しい裾線に対して折り返しの来る位置が対称になるように印をつけます。折り返し分の3センチの位置に印をつけます。反対側も3センチの位置に印をつけます。分かりやすいように新しい裾線、対称の中心線を書いておきましょう。この線を中心にして対称にします。この点を通る新しい裾線に垂直な線に対し、この2点を結んで新しい線を引きます。裾線に対して対称に線が引きました。反対側も同様に線を引きます。こちらが元々の縫い目、こちらが新しい線、元々の線を残したままで新しい線の上を縫っていきます。ミシンがある方はミシンで大丈夫です。今回は手縫いで縫う方法をやってみたいと思います。2本取りの糸を用意します。描いた線に対してここまでは元々の縫い目があるので、ここからここまでを本返し縫いで縫っていきます。
後ろから針を刺して糸を出します。少し戻ったところから針を刺して、今度は縫い始めから一歩進んだ位置に針を出します。また少し戻ったところから針を刺して一歩先から針を出します。これを繰り返します。元の縫い目があるところまで縫いました。最後は元の縫い目と重ねて何回か針を通して補強します。元の縫い目がこちら、新しい縫い目がこちら。玉留め処理をします。反対側も手縫いで新しいラインを縫いました。こちらは途中までステッチが入っているので、このような場合はミシンよりも手縫いの方が縫いやすいと思います。続いて元の縫い目を外していきます。パンツの脇の縫い目はチェーンステッチという鎖状の縫い目になっていることが多いです。端を少しほつれさせて糸を引っ張ると簡単に外れます。元の縫い目に縫い重ねたので、ね、ここで止まります。同様に反対側も外します。うまくほどけないときはほどける方向が反対の可能性があります。反対側から外してみましょう。外れました。繰り返してみるとこんな感じで広がっています。アイロンで整えていきます。濃い色の生地はアイロンがけの際当て布をしてください。そうすることで当たりが出ることを防ぐことができます。広げた部分がアイロンで落ち着きました。最初につけた印に沿ってアイロンで三つ折りをしていきます。今回私は線を引いていない側は定規で測ってアイロン掛けをしましたが、もちろん両面に印付けをして大丈夫です。当て布を忘れずにしてくださいね。三つ折りにできました。折り返し部分は縫い代で幅を広げたことによって突っ張らずに三つ折りができています。今回裾はもともと縫い目が見える仕上がりだったのでそれに合わせますが、もし縫い目を見せない仕上がりにしたい場合はストレートパンツの裾上げの動画で手縫いのまつり縫いについて解説していますので、そちらを見てみてください。ミシンで縫うとこんな感じです。お家に丈が合わずに眠っているテーパードパンツがあったらぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様のハンドメイドのお役に立てれば幸いです。